これはグラウンディングです。これこそグラウンディングなので。こんにちは、碇のり子です。今回はですね、6月30日に名護市の大祓っていう日がやってきます。で、名護市の大祓といってね、この半年間についた邪気や汚れを落として、精神的にもエネルギー的にも大掃除をする日です。で、イザナギの御事のみそぎ祓いっていうね、もののルーツとするね、神事で、心身の汚れや災いなどをね、払って、清めて、まあ、そういう儀式だったっていうことなんですよ。で、名護市は読んで字のごとく、夏を越すという意味で、まあ残りのね、半年も、無病息災、清らかな気持ちで過ごせますように、という願う伝統行事になります。昨年は、名護市のお祓いを行う神社でのね、行事が、コロナの影響で中止になったりとかね、逆に茅の輪を置いて期間を延ばしているところも多かったんですよ。で、今年はね、ちょっとやる、神社さんも多いと思いますし、神社のサイトでもね、確認されるといいと思います。で、6月30日じゃなくても、もう、茅の輪が置いてあるところが多いと思いますので、この前後にね、茅の輪をぜひくぐって、いただけるのもいいと思います。で、今ね、梅雨で雨がこの日降ってもですね、浄化力が高まりますから、雨が降ってもそれはそれでとってもいいと思っててください。もし神社に行かれる方は、砂利がね、引いてる参道ってあるじゃないですか。そこをしっかりと歩いてきてください。もしあったらね、そこを歩くとしっかり浄化力が高まります。で、この半年間にかゆみに悪口言っちゃったなーとかね、ネガティブアクションしちゃったなーっていう方もいらっしゃるじゃないですか。ぜひこの名護市の大祓いは、まあそういうね、ものもぜひ浄化してくれますから、やってください。まあ私たち完璧じゃないんで、まあいろいろやってしまいます。ね、やっちゃいますよね。特に無意識にやってますから。だから、あ、もし私やってるな、かゆみにっていう方は、ぜひぜひ、このね、そういう汚れを浄化する、邪気にまみれたことを浄化するっていうことで、ぜひやってきてほしいなと思います。血の輪くぐってくるっていうことね、やってほしいなと思います。そして、もし行けなくてもですね、人型、片代を送って払う方法もあります。で、まあ私なんかはよくね、神社に行って、ご祈祷とかすることも多いので、よく神社からね、こういうのが送られてくることがあるんですよ。これが人形じゃなくて人型って言うんですね。これが人型です。で、ここにね、神社によって違いはあるんですけれども、このように人の形をした紙に名前、年齢などを書いて、で、まあ、あと、まあ、神社によってまたね、住所を書くところもありますし、家や車の片代もありますけれども、その神社のね、形式に従って書いてください。で、大体はですね、この、人型に息を3回吹きかけて、祓えたまえ、清めたまえ、っていうことを3回唱えながら、頭から全身に気になる場所をこすって悪い気を移すんですよ。人型に、自分の悪い気をこの人型に移してお祓いするっていう方法なんですね。で、まあ、いろんな方法があるので、ぜひ、まあ、その神社の方法でね、やっていただきたいなと思います。で、あと、行けない、時間がない、人型もないっていう方は、私のね、パワースポットチャンネルの方で江ノ島神社がね、出てるんですけれども、そこに茅の輪が置いてあるので、ぜひそこでね、浄化してみてください。そして、まあ6月30日に、まあ、やったらいいことということでお話しするんですけれども、この日にね、食べたらいいものということで、
和菓子で水菜漬きってあるんですけれども、それがね結構まあこの時に食べたらいいって言われてます。最近は名越ご飯っていうのが流行ってるそうなんですよ。雑穀ご飯の上にあの血の輪ね、血の輪のイメージした丸い食材を乗せた食事っていうことなんですね。で、血の輪の由来っていうのはもともと日本神話の伝承にあるんですよ。昔貧しい庶民将来がスサノオの御事を温かくもてなしたことが血の輪くぐりのルーツって言われてるんですね。で、その時に、栗ご飯でもてなしたっていう伝承に習った栗、邪気を払う豆などが入った雑穀、小豆などが入ったご飯がすごくベースで大事って言われてます。で、そこに邪気を払うと言われる赤や緑の旬の夏野菜を使う。で、血の輪をイメージした丸いかき揚げを乗せて、百邪といってね、多くの邪気を防ぐと言われる旬の生姜を入れたもの。大根おろしなどのおろしだれをかけたね、ご飯を食べるといいって言われてます。で、まあ実際これはね、かき揚げ丼なんですね。で、この血の輪のイメージは夏野菜カレーでもいいしビビンバでもいいそうなんですよ。なのでぜひね、あのそういう食事をしていただくのもいいと思います。で、あと浄化力がとても高いお香を炊くっていうのもすごく相性がいいですね。この日私はあの絶対に玄関に炊きます。まあ、玄関からやっぱり気が入ってくるんで、やっぱり玄関にねお香を炊いて気を良くします。あとは塩をたっぷり入れる、もしくはエプソムソルトもいいんですけれども、それを入れたお風呂に入ります。自然の塩かもしくはエプソムソルト、これ一緒に入れてもいいです全然、で、これを入れて、そしてもう一つ、この日に入れるのは日本酒を入れたお風呂もいいですね。ぜひね、すごい浄化力が高まります。で、日本酒を入れるとね、肌がツルツルになるんですよ。で、お湯がねトロッとちょっとするのね。だからすっごい肌がスベスベになりますし、あとそうですね、これ結構あるんですけれども、邪気が取れてね、お風呂がちょっとね汚れてくるって言われてるんですよ。あの本当にひどい邪気がついてる方っていうのは、日本酒を入れてね、お塩もたっぷり入れて入ると結構汚れが出てくるっていうのかな、結構ね邪気が出てるんじゃないかって思うぐらい、ちょっとお風呂が汚れたりします。まあこれね、私はどちらかというとあの体の汚れが取れてるのかなって思ったりするんですけどね。でも一石二鳥じゃないですか。だから私は日本酒を入れたお風呂がすっごい好きです。ぜひね、この日はそういうね、ダブルでね、あのお風呂の中に入れていただけるといいんじゃないかなと思います。そして髪の毛にも邪気がたまるので、髪の毛を切りに行くのもすごくいいですし、髪の毛にちょっと塩かけてね、パラパラってかけて洗うのもすごくいいです。で、ここのところ夏至とか満月とかね、まあそういう日が続いているので浄化した方も多いと思うんですけれども、もしねできなかったらここで大掃除とか捨てるっていうのもすごくいいです。そしてできればなんですけれども、土や芝生、砂浜で裸足になって大地のパワーをいただくのもすごくいいです。実はこれね、裸足になって大地のパワーをいただくっていうのは、ネガティブエネルギーを自分の体から放電してるっていうことでもあるんですよ。どんどん出していけるんですね。ですからネガティブなエネルギーを放電して、そして大地からのパワーをいただく感じでやっていただくと、すごくあのパワーが出てきます。で、ネガティブなエネルギーは足からどんどん大地に流れていくイメージをして、大地からエネルギーが入ってくるイメージなんですね。これはグラウンディングです。これこそグラウンディングなので、もしねこれできたらやってみてほしいんですけれども、今ちょっと練習してみましょう。足を床につけて目を閉じてください。で、今ここね、音楽が流れてます。実は波動が上がるような音楽が流れてるんですよ。
なのでちょっと目を閉じてね、ちょっと瞑想するような感じで足を床にしっかりつけてやっていきましょう。で、イメージしていただきます。ネガティブなエネルギーを足からどんどん大地に流れていきます。大地から足にどんどんエネルギーが入ってきます。ネガティブなエネルギーを足からどんどん大地に流れていきます。どんどん流れていきます。自分の体の中、心の中、そこに溜まっているネガティブなエネルギーがどんどん足から大地に流れていきます。大地からどんどん足に渡って大地のエネルギー、地球のエネルギーがどん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 自分の体の中に入っていきます。エネルギーが入ってきます。どんどんパワフルになっていきます。はい、目を開けてください。これをですね、土や芝生、砂浜でぜひやってほしいなと思います。裸足でやるとすっごくね、パワーがいただけるんじゃないかなと思います。で、これね、お家でやってくれてもいいんですよ、裸足でね。これを6月30日にぜひやることをお勧めしたいと思います。ただし、無料することはありません。自分が取り入れたいものだけね、ぜひ自分の中に取り入れてみてください。邪気や汚れを落としちゃいましょう。ということで、それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。じゃあね。